今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ、今回は美味しい美味しい京漬物のお店です。増郷さん、北見さんに今日は伺いました。早速お話伺います。こんにちは。こんにちは。祇園祭りの、はい、まあ、真っただ中というところですが、はい、おすすめの夏のお漬物揃ってますね。そうですね、はい、はい、いろいろありますので教えてください。はい、今でしたら、はい、京野菜の賀茂なすが。京野菜の賀茂なす、初めて見ました。そうです、ね、賀茂なすを漬物にできるんですね。そうですね、はい、ラグビーボールのように。そうです、はい、大きいものが、はい、肉厚で歯ごたえもしっかり。あ、そうですか。お隣にあの水なすのあのお漬物もありますが、この賀茂なすとどういうふうにお味は違うでしょうか。水なすにあの食感がまずあのかなり柔らかい品種なので、水なすは、はい、正反対のおなすの中では一番柔らかいのと肉厚なんです、あ、そうですか。水なすの方があっさり。おお、そうするとこの、まあ、今日の伝統野菜ですが、あのまた違った食感を楽しむことができるっていうことですね。それから気になるのがこちら、まあ、まさに夏の野菜なんですが、ゴーヤ、これもお漬物になるんですか。そうですね、ちょっと、ね、苦味を抑えめで食べやすくしているので、はい、美味しい。そうですか。あと味レモンでさっぱり。あ、レモンでさっぱりとしている。はい、そうするとこうお漬物というよりは、はい、ややサラダ感覚に近いっていう感じですか。もうサラダみたいな感じで、はい、いや、いいですね、綺麗、はい、になりそうです、はい、ありがとうございます。はい、それからですね、こちらが限定品花アスパラ、これは一番人気のお品物で、一番人気のお品物、はいはい、和風だしで漬けたあっさりしたお味で、これもサラダ感覚のお漬物です。そうですか。この普段私たちがあの野菜として食べるアスパラよりやや細手というか、はい、結構下の方まで柔らかくて筋っぽくないので食べやすいですよ。そうですか、はい、これはぜひ買ってみたいなと思います。いろいろ楽しみがいっぱいの増郷さんに今日はお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。